やっほー、あやでーす。はい、またすっぴんかよと思った。皆さん、すいません。今からメイクします。ということでですね、今日は、今からニコちゃんと出かけるんですけど、その前に、嬉しい報告。幸せ、とってもとっても、幸せーって感じのお知らせがあるので、ぜひ最後まで見てください。見てください、テリーくん。トリミングしたの。テリー。テリー。かわいい。テリーくん。テリーくん。あら、お顔、はっきりしたの？かわいいね、テリーくん。いいよ。ごめん、犬アレルギー出るから、ちょっと、それは。はい、ということでね、今日もメイクしていきます。今日超晴れなんですけど、私さ、友達と出かけるとき絶対晴れなんですけど、昨日曇りだったのに。ありがとうね！晴れにしてくれて。最高。マジ最高。まあ、今、超でかい口内炎がさ、口にできててさ、めっちゃ痛いんだけど。マジでさ、テリー可愛すぎない？見て。可愛くない？可愛いね。なんかトリミングして分かった。なんかテリーがすごい、顔が、米より。すごい鼻が長い。鼻がこう下に向いて長いって感じ。ガチ可愛いんだけど。てめえガチ可愛い。てめえらガチ可愛い。喧嘩はやめて。喧嘩はやめてって言ったらすぐ喧嘩やめんの、死ぬんだけど。小学生みたい。小3みたい、小3。なんか最近マジで、まあ、ミストサウナよくやってるって話はするじゃん。最強なミストサウナの入り方を見つけてしまって、なんか結構友達とか視聴者の方とかも、私んちもミストサウナ使ってるんですけど、あれって本当に飛ぶんですかみたいな、整うんですかみたいなのがよく質問来るんですけど、まあ、整うっちゃ整うんだよ。サウナよりかはちょっと時間かかるけど、整うっちゃ整うのね。で、それで私最強の整え方を見つけてしまって、まずミストサウナをつけます。で、湯船を溜めて、で、お風呂が入って、もう温まって、で、その上からまあもうミストサウナがこう出てるわけ。で、ああ、暑いなと思いながら、まあ出て、まあ体とか洗って、で、またこのミストサウナにこう当たるっていう。で、最後、思いっきりシャワーで水を浴びると、ガチガン決まり。本当に、そのミストサウナで部屋が熱くなりすぎて、入ってたお湯とかがめっちゃ冷たく感じんの。もう外が暑いから。もうそんくらい部屋がね、温まんの、湯船とかも浸かると。それのやり方がめっちゃおすすめ。マジでガン決まり。ガン決まり大先生って感じ。てかさ、最近さ、なんか TikTok でさ、なんか私の誕生日撮られた NASA みたいなやつあんじゃん。あれ何なの？調べてみようかな。あれどうやってやんだろう。なんかファンの子がやってくれたんだけどさ、なんか変なやつだったんだよね、あや。NASA、生年月日だって。1月ってなんて言うっけ？1月ってなんて言うっけ？12割みたいな。うわ、出てきた！ 2001 年の1月10日、これだって。星かな？なんだろう、これ。よくわかんないんですけど。面白いね。誰がこれ見つけたんだろう。でもさ、たまにめっちゃさ、綺麗な人いんじゃん、画像。羨ましくね、あれ。まあ、あやは綺麗な方か。やばい人もっとさ、なんか変な画像だよね。うわ、肌今死ぬほど綺麗なんですけど、私。見て。綺麗じゃね？最近、友達にディオールの新作のなんか化粧水みたいなのをもらったの。それが効いているのかもしれない。なんかさ、もうさ、今私たちの学校はさ、全部見終わっちゃったのね。夢中になるドラマがさ、ないとさ、結構さ、もう、なんか、ああ、みたいな。次何見ようっていう、その前向きな気持ちになんなくない？わかる？私今さ、本当にさ、なんか今私たちの学校は見終わってからさ、他のさ、韓国ドラマとか見ようと思ってもさ、なんかそんな夢中になんねえな、みたいな、になっちゃってさ、なんか全然見れないんだよね。だから最近は、懐かしい日本の昔やってたドラマを見てる。あ、ルーキーズとか、そういうの。ケンジとケイコみたいな。なんかあんじゃん、そういうの。兄弟でさ、なんかぶつかり合うみたいな。あれめっちゃ懐かしくない？あれサムネ見た時懐かしすぎてめっちゃエモい気持ちになったんだけど。ていうか今日マジで不思議な夢を見て。どんな夢見たっけ？ あ、なんか、会社に普通に OL で働いてて自分が。で、なんか、本当に知らない人？誰かわかんないの、マジで。誰かわかんない人と自分が付き合ってて、まあ、会社には内緒みたいな。なんか、会社のみんなには内緒の、なんか、社内恋愛みたいな感じで付き合ってたのね。で、普通にさ、まあ、ラブラブだったわけ、その人と。で、なんか、ある日、ゾンビ、なんか、外がなんかすごいことになっちゃって、半分以上、社員を減らさないといけないみたいなのになったのね。半分減らして、そいつらを外にもう出さないといけないみたいな。もう自分で逃げろみたいな。になって、え、やばみたいな。
どうしようってなって、自分もその会社で働いてたから出されたらどうしようって思ってたら、その知らない彼氏が本当誰か分かんないんだよ。顔もどこかで見たことないの。本当にどこでも見たことない、ただ知らない、なんか真面目系の男の人と付き合ってて、その人が外で出ないといけないみたいな選択をされたの、上司に。お前は外に出なさいみたいな。誰はもう大号泣、なんでみたいな。でも付き合ってること周りのも言ってないから、なんで泣いてるかも言えないみたいな。それでもうこんな号泣して、でそれでその彼氏もなんか知らない彼氏、誰か知らない彼氏もなんか号泣してんの。今思えばなんで泣いてんのみたいな、お前誰だしみたいな感じなんだけど。でそれで結局出ることになって、その彼氏が。で自分はもう周りに泣いてるのをもう隠すみたいな、一生懸命ね、パッと起きる。何この夢みたいな、お前誰みたいな、マジで誰か分かんない、本当に。結構朝起きて、あーなんか変な夢見てたなーと思って、よく考えたら、あれあいつ誰みたいな。冷静になると誰だった、普通に。あんな夢で号泣してたのに、マジで誰なんだろう。めっちゃ真面目系なんだよね、私が絶対付き合わないだろみたいなぐらい本当に真面目な人みたいな。なんかマジでピアスも開いてなくてみたいな、彼女ももう本当できたことなりませんみたいな人だったの。えみたいな、ゾンビで今洗脳されてんの、脳がもう。だから私最近さ、もう本当にさ、眠すぎて映画の途中絶対寝ちゃうのね。で毎回巻き戻してまた見るみたいな感じだからさ、本当にさ、なかなか進まなくてさ、結構最悪、自分のせいだけど。えマジでさ、なんかこの間寝顔撮られたんだけどさ、本当にブスすぎてさ、見せられないんだけど。別に見せんなって感じか。もう本当にブスなの。なんか私高校生の時からそうなんだけど、本当に目を開けて寝るのね、昼寝の時とか。そういう時普通に夜寝る時は普通に綺麗にこうやって寝るんだけど、昼寝の時って本当に顔がブスくなるので、それでリビングとかでさ寝落ちしたりするじゃん。でそれでその時の顔がもう世界一ブスすぎて、もう目もねマジで開いてんの。写真見たらこんくらい開いてる、こんくらい目を開けて寝てんので、口もこんなん、えこれこれでって感じだから、起きてると間違われるのよく。高校生の時もそうだったんだけど、私本当に目を開けて寝るから、友達に普通に話しかけられるのだけど、えみたいな、え寝てんのよこれみたいな感じになるぐらい本当に目が開くのね。えこれさ、どうすればいいの、マジで目が開く。だから半目とかじゃない、もう本当こんくらい。だからみんなに普通に話しかけられたりしてた、高校の時も。先生とかにもあんまバレないみたいな、起きてると思われて、あやだけ注意されないとか、よかった。目開きすぎてやばくない、やばいよね、こんな目開く人いるんだって思う、自分でも。でもベアもね、よくね目開いてんのね、寝ながら。飼い主に似ちゃってるわみたいなはい、ということでですね、準備は完成したんですけども、最後にですね、とってもとっても幸せな報告をさせていただきますありがとう、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、はい、なんとですね、インスタグラムのストーリーでも報告させていただいてるんですけども、なんとジャスターヌーンとジュエティがコラボすることになりました。ありがとうございます。はい、私はですね、本当にブランドを始める前から、もう本当高2とか高校生ぐらいの時からずっとジュエティが大好きで、もう本当にたくさん買ってたんですね。でそしたらそのジュエティの方からちょっと声をかけさせていただいて、あやちゃんのファンがね、すごいジュエティを買ってきてくれますって言われて、嬉しいみたいな、みんなが真似してくれて買ってくれてんの嬉しいと思ったら、ぜひコラボしてくれませんかみたいになって、コラボさせていただくことになりました。もう本当に嬉しくて、私もう夢かのようで、あのジュエティとコラボみたいな、マジで衝撃なんですけど、その商品を今から紹介していきたいと思います。マジで本当に可愛いんで、皆さんマジでゲットしてほしい。はい、じゃあ早速紹介していきますね。今回出す商品が T シャツとロンティーとあとシャツを出すんですけど、じゃあまず T シャツから紹介しますね。 T シャツまずこちらです。じゃーん、まずこちらの白 T、 ここのね、これこの刺繍がジュエティとジャスターヌンっぽいコラボになってて、天使をよくねジャスターヌン使うんですけど、その天使にサングラスとこのバラがねあるっていう、このちょっとコラボっぽい感じのやつが刺繍でここに入ってて、で後ろがこんな感じになってます。めっちゃジュエティっぽくない？超可愛いんですけど。まずこのジュエティがよく
やってる、中がねサテンの素材を使ってて、その周りが刺繍でこう囲まれてるっていうね。私ね、このジューティーがよくこれをやっててすごい可愛いなと思ってたので、今回ねジューティーアヌーン、ジューティーとジャスターヌーンをコラボしたこの言葉が後ろに入ってます。超可愛くない？この T シャツだけでさ、めっちゃ可愛くない？1枚はい、でこの T シャツが水色、水色もあってですね、水色はこんな感じの緑っぽい色で、後ろが緑と赤っぽいのかな、ちょっと茶色っぽい赤茶っぽい感じの色でこうなってます。マジで可愛いんだけど、しかも本当に生地もちゃんとしてるんで、マジで薄っぺらくないからすごいいい。でもう一つの色がこの黒、黒も超可愛い。これが水色で、ここが紫、後ろもこんな感じで、はい、なっております。これ超可愛くない？本当にお気に入りで どうしようみたいな。私はこの T シャツで一番お気に入りの色は水色、水色がお気に入り。全部可愛いんだけど、水色の T シャツすごい可愛いなと思って欲しかったので、個人的にすごいお気に入りです。この T シャツね、友達とかにも見せたら、もう本当に可愛いって言ってくれて、え、それなみたいな。はい、そんな感じです、本当にね。で、しかも夢だったこの後ろのさ、タグみたいな、ジュエティのタグとジャスターヌーンのタグがね並んでるんですよ。それも本当に私からしたらなんか夢のようっていうか、もう本当にありがとうって感じで、次ロンティー、ロンティーもめっちゃ可愛い。ちなみに、はい、まずこちらです。黒のロンティーですね。で、まずここ、これも天使がサングラスかけてるんですよ。可愛くない？で、ここにバラを持ってます。で、ここにもジュエティアヌーン、ジュエティアヌーンって書いてあって、で、後ろがガチ可愛い。じゃーん、こんな感じになっております。ジュエティでよくあるプリントのサテンみたいなのがこうついてて、ここに大きくロゴが入ってるんですけど、私ジューティーのこのやつがめっちゃ好きで、どういうの作りたいですかって言われた時に、なんか自分がこういうプリントのこういうサテンがついてる感じのやつがめっちゃ好きで、よく買うので、そのデザインをしたいですって言ったら、あ、ぜひぜひしましょうって言って、これを叶えさせてくれたんですけど、もうこれは本当ジューティーっぽい感じだし、超可愛いと思って、もう本当にお気に入りです。しかもこのピンクと黒の組み合わせ、私ピンクと黒本当に好きなのね、この組み合わせが。だからこの色合いとかもめっちゃ可愛くておすすめです。形とかもすごいこだわって、長さとか腕のこのブカブカ度とか、そういうのもちゃんと自分が着て自分のあやが好きな形にこう調節してもらったロンティの形なので、すごいね、ロンティの形もいいんですよ。で、次がこの白、白ですね。白は普通に中が緑で、こうこんな感じです。で、後ろもこんな。で、このね、サテンのやつの周りにこう刺繍がこう入ってるのも可愛い。もう本当に可愛い、本当に可愛いんですけど、マジでありがとう、ありがとうございます。マジで本当にお気に入りで、次はこの赤色、赤のロンティーですね。これはゴールドっぽい感じかな、ゴールドと青っぽい色ですね。で、後ろもこんな感じになってます。マジで可愛いんだけど、本当にありがとう、すぐありがとうって言っちゃう。本当にもう可愛い。しかもロンティーと T シャツ、これからの季節結構着てくると思うので、すごいね、みんなに着てもらいたいです。で、次、続いてはマジで可愛い、これ本当にお気に入り、全部お気に入りなんですけど、これもマジでお気に入り、シャツですね。じゃーん、こちらのシャツでございます。これも超可愛くない？まずここにね、ジュエティのサングラスかけてバラ持ってるやつが2個こう前思いっきりボーンって入ってて、後ろもめっちゃ可愛い、ジュエティアヌーンって書いてあって、で、この後ろね、わかるかな、刺繍が絨毯みたいな感じのやつで、めっちゃ可愛いの、これ超可愛い。しかも形も超可愛いし、上に羽織るのもいいし、こうシャツとして短パンと合わせても可愛いし、本当に可愛いんですけど、これ超可愛い、お気に入り。なんかシャツも結構ジュエティが出してるイメージで作りたいということで、シャツも作らせていただきました。で、次の色がこれ、黒、黒と白の、これもめっちゃ可愛い、男の子が着ても可愛よさそう、こうの、そう、もうほんと可愛い。で、ボタンもちゃんと同じような素材で作ってあります。で、次がチェック柄ですね。可愛くない？こんな感じで今こう開いてるんですけど、ちょっと着てみようかな、ちょっと今
当に着てるだけなんですけど、こう中をちょっとロンティーとかに合わせても可愛いと思う。こんな感じで、後ろが見えてるかな、こんな感じです。可愛くない？超お気に入りなんですけど、本当に可愛い。着て紹介していこうと思います。サイズ感とかも見てもらいたいので。はい、まず T シャツはこんな感じになってます。前がこうあって、ロゴがあって、後ろ可愛くない？ガチで可愛いんですけど、水色も可愛いんですけど、黒とかも白とかもなんか合わせやすいし、水色とかだったらロングスカートとかにも合うし、短パンとかにも合うし、普通にジーパンとかでも合うし、結構ね春とかは着やすいと思うので、ぜひゲットしてみてください。長さは今ズボン履いてこんな感じなんですけど、短パンに合わせても隠れるぐらいになるので、ロングとして大きめに着る方にもぜひいいと思います。はい、次。はい、でロンティーはこんな感じです。短パンに合わせてみたんですけど、パンツを履いてこう普通に着るとちょっと短パン見えるぐらいの長さになっております。こんな感じで短パンに合わせて、これでロングブーツとかも履いても可愛いし、ジーパンとかに合わせてなんかちょっとストリート系っぽく着るのも可愛いと思います。マジ後ろが可愛すぎない？これサラサラ系の素材になってるんですけど、超可愛い。マジで後ろが可愛い。前もこうシンプルで、やっぱね春とかになると薄着になるので、後ろとかもね羽織とかなくなってくると結構派手の方が可愛いかなと思って派手めにさせていただきました。はい、次。はい、続いてがシャツですね。シャツはこんな感じでロングで着ても可愛いし、これはもうインしてもめっちゃ可愛い。いろんな着方があるんで着回しが結構できると思います。こうやって短パンに入れて着るのも可愛いし、こんな感じで可愛くない？こうやって着るのも後ろが可愛い。可愛いし、あとはこんな感じで下にこのロンティーを着て上にこうやって羽織るでも可愛いと思います。可愛くない？これこの着方、こんな感じですね。今回全部フリーサイズになってですね、私の身長でもいい感じなんですけど、まあ私より身長ちっちゃい子でも割と可愛く着れるんじゃないかなと思います。あとは男の子も結構着れて、身長180以上ある人とかちょっと小さいかもしれないんですけど、肩幅がでも割と175、6とかの男性は着れたので、この間男友達に着てもらったんですけど、男が着てもめっちゃ可愛かったのに、ね、このシャツとか、男が着ても可愛いってどういうことですかみたいな思ったんで、ぜひ男の子とかでもねゲットしてほしいです。はい、こんな感じで紹介終わります。はい、ということでですね、こんな感じでジュエティとのコラボを紹介したんですけど、私のね憧れだったあやみさんとかにもあえて一緒にね打ち合わせをしたりとか、一緒に撮影させていただいたりとか、もう本当にね、あーもう夢のようって思って本当に幸せです。本当ありがとうございます。でですね、今回の商品ですね、まずこの T シャツ、この T シャツのお値段が6600円ですね。こちら6600円で、ロンティーが7700円で、このシャツ、このシャツが9900円となっております。結構価格とかもね1万以下なので、なんか割とねちょっとは出しやすいんじゃないかなとは思うので、ぜひね皆さんチェックしてみてください。もう本当に私の夢だったジュエティとコラボができて、もうねみんなにね早く言いたくてね、ゾワゾワしてたんですよ、もう本当に。なので本当皆さんぜひゲットしてください。お願いします。ということで終わります。バイバーイ。Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real.